震災が発生してからずっと被災地の地図作りというものに関わってきたんです。で、最初の頃はもう現地に行かないでインターネット越しにどれだけ地図作れるかということをやっていたんですけども、やっぱりこれ現地に行かないといけないっていうことに、まあ当然行き着いてしまうので、現地に行こうということでずっと現地に行って地図を作るということを繰り返してきました。ただ、すべての地域を回ることはなかなかできないので、場所を決めながら、例えば岩手の場合には釜石で、宮城の場合には石巻を最初に拠点にしていきました。で、だんだんその形ができてきたので、その形をどんどん近くの、まあ、町に広げていこうということで、宮城の場合には石巻の次がこの南三陸という形で、ここがやってきました。モデルパーク合同イベントという形で、南三陸復興マップ作りを今日、どうぞよろしくお願いします。今日一日、オープンするマップというプラットフォームを使いながら、地図作りをするというのが、まあ、メインのワークショップです。南三陸のオープンするマップのデータというものが今もあるんですけども、まあ、パーフェクトでもないし、まだまだやるべきこといっぱいあるという状態なので、この今の南三陸のオープンするマップのデータを、まあ、良くして、かなり現実レベルまで持っていきたいなというふうに思います。基本的にこういう GPS のロガーっていうものが測量するための機械です。ですので、自分が今いる場所っていうのが正確に分かるものなんですけども、正確な場所が分かるということは、例えば目印になっている場所が何もなくても位置としては記録できるんです。で、そういう位置の情報というものを測量するということで、自分の例えば移動する軌跡は道路であるとか、そのお店の場所を点として落とせばお店の場所として記録できるんですけども、いろいろな地図をベースに使うと、どうしても地図の版権、著作権というものがかかってくるので、そういったところのトラブルを避けるためには、こういう GPS が一番いいという、今の地図の問題点として一番大きいのは、まあ、一言で言うと自由に使えない地図が多いっていうところです。で、自由に使えないというところの今僕らが一番真剣に考えているのは、インターネット上に接続されている地図というものはいっぱいあるんですけども、やっぱりインターネットの外に出てしまうと使えない地図、例えば Google マップスというのはインターネット上でしか使えない地図なんですけども、やっぱり僕らこう現場に来るとインターネットにつながらない環境がむしろ当たり前の方で、そういう災害が起きた時だとか、何か起きた時にインターネットがなくても自由に使える地図はないかと考えた時に、オープンストリートマップというのが非常に自由に使える地図としてフィットしたというところですね。